アレクサンドラ・リプリーアレクサンドラ・リプリーはアメリカの小説家サウスカロライナ州チャールストン出身マーガレット・ミッチェルの小説風と共にサリヌの続編スカーレットの著者として有名になったアレクサンドラ・リプリーは1934年ベイサウスカロライナ州チャールストンに生まれたスコットランド系の血筋である若い時にはニューヨークでライフ氏の仕事を ワシントンでは、エールフランスで仕事をし、やがて、レナード・リップリーと結婚、二人の娘が生まれた。レナードと離婚後、しばらくして、バージニア大学教授であったジョン・グレアムと再婚、バージニア州シャーロッツビルで暮らした。1981年に出版された小説、チャールストンが彼女の出世作になった。その後、1986年、 有名なマーガレット・ミッチェルの小説、風と共にサリーヌの続編の執筆者に選ばれ、入念な準備の末に書き上げた。スカーレットは、1991年9月、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、など、各国語で同時に出版された。作品自体は、厳しい評価にさらされたが、世界的なベストセラーになった。2004年、バージニア州リッチモンドにある自宅で死去。 70歳、ありがとうございます。